まずは最初はこのコーナーです。ありがとうございます。やろうか。いきます。せーの、僕ら全力少年隊。おい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 。さあ、たける君も帰ってきましたけれどもね、今回僕ら本当に前代未聞こちらにチャレンジしました。お尻柔らかさあるのは。それではどうぞ。今回のテーマ発表お願いします。せーの、二次元コードを手書きしてみよう。はい、嫌です。ほら早っ。今日かね、俺悪い予感しかしない。もう今日やる気ないモードじゃないですか。やる気ないんじゃないです、もう怖いんです。怖い、もう今からするロケがもう怖くてしょうがない。まあでも、今ねご覧になってる視聴者の方は、そもそもその鈴木さんが心折れてる二次元コードとは何ぞやと思ってると思うよ。そうですね。じゃあちょっとアキラ君説明をお願いします。二次元コードといっても、まあピンとこない方皆さんいらっしゃると思います。1994年に日本の企業が開発した登録商標名、これは QR コードでございます。うん、いろいろついてますよね。 QR コードを読み取ったらどっかに飛んでってってね、はい、あるじゃないですか。いろんなサイトに飛ぶことができるけれども、はいはいね、これを手書きしようということでね。さあ、はい、その誰がこれをやろうと、本当やろうと欲するのかが僕はよくわからないですよ。めちゃニコニコしてますけど。もう絶対S ですよね。もう俺たちがもういいやー言ってる顔が見たいんでしょ。まあ、これをだってなんで手書きせんと。定規ですね。そして鉛筆、下敷き、はい、大事な方眼ノート。ほう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 。これは重要でしょ。あ、方眼ノートでもどうするんですか、方眼ノート。だってこれ規則正しい図形が並んでるって考えれば、この枠は重要じゃないですか。じゃあその枠に落とし込んでいくってこと。そうそうそう。あーはーはーはー。もうそう、めったやたらに書くわけじゃなくて、真っ白な紙に書けないでしょこれ。ただめったやたらに書いていろんなサイトに飛べたらもうみんなやってるでしょ。本当に。本当やね。そういうことですよ。まあ、だからこそ、今たけるさんが持ってるいろんな道具ありますけれども、例えば定規ですよ。定規何に使うのか、これだから規則正しく並んでるってことは、これを一マス一マスこう線を引いていって、そうすれば、あ、じゃあ何マス先は1個空きで、じゃあ1個先を塗ってとかっていうのができるわけです。やっていくと、そういうことですよ。じゃあまずはこれをこの方眼ノートと同じ感じでマス分けしないといけないんでしょ。そうですね。今日のロケ地味本当ね。どうしました。ちなみにですね、今僕気になりまして、何計算したんですよこれ、何マスあるのか、線を引くじゃないですか、マスができるでしょ、29マスあるんですね、縦に。29×29 桁。そう。マジで、マジで。いやー、ほん正確にいくつだったんですか。841マスでございます。それでは番地を読み上げていきますので、たけるさん書いててくださいね。はい、いきます。はい、A の1、はい、しろ。ちょっと早い。もうそのペース読んだらものすげえ時間かかるから、もうキュッキュッキュッ言ってもらって。いやいや、表現力。いやもうそれもね、もうゾッとした俺。それ800以上言わないといけない。いきますよ。 A の2、白。いや、そう、ためがいかもういらんわ。なんすか。 A の7、黒。はい、クリア。 A の8、はい、黒。黒多いな。読みて。はい、いい。はい、 A の5から A の8まで全部黒。はい、4つ塗ってて言おう。はい。囲碁とかじゃねえからさ、別に。黒いとこ言いますよ。2、はい、5、6、7、はい、11、はい、12、はい、D です。D、1、はい、よし。8、どこ行くんすか。待って、いや、集中集中。何がよしや。どこ行くんすか。あとは、若い二人に任せて。おじさんもスイングのチェックをね。ほら。いやいや、何してるんすか。1、2、はい、5、6、7、8、9、10。一ついいっすか。邪魔ー、もう集中できー、もう。10、
3、4、5、7、90。おいおい、ちょっとマツケン3年ぶりに連ドラ主演。どうでもいいわ。背筋背筋。これね、上から見たら分からなくなるんですよ、ね、近くから見ればいいの。この数字が分からないんですよ。そうか、追ってるわけね。そう、追ってるんですよ。なるほど。こう言ってんだろ、だから。そうなんですよ。そうか、はあ、お前見つけたな。もう名前なんてつけるの。こう見るやつなんてつけるの。斜め45度式。たけるくん、45度というのはね、もう邪魔邪魔。45度というのは、はい、鈴木さん、そこまで行くと気持ちがいい。9、はい、11、はい、13、21は黒。どれやん。待てよ。なに、言葉遣い。黒だよ。あげらくん、はい、イライラしたみたいだね。はい、わかりました。じゃあちょっとね、テンションを変えてほしいんでね。今リフレッシュタイムやから。いる。なるほど。なんですか。何が出ました。あの奥に行き過ぎました今僕の。言い出したの先輩なんで。気遣ってくれたんでしょうけど、先輩は結果ストレスしか溜まってないあ、まだ、あ、これ間違いか。間違いです。ちょっと待って。え、おいおい、ちょっと待って。おい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 、最高の映画、最高の映画いくよ。はい、いくよ。はい、せーの、できたー。1時間40分ですよ、ここに来て。めっちゃかかったわ。まあ実作業で行くと1時間20分ぐらいですか。これをアナログでこうしましたからね、はい、もう塗らなくていいとこ若干塗ってたりとか、まあぶっちゃけあります、はい、それではスマホで、はい、二次元コード読んでみます。はい、はい、QR コードアプリを立ち上げました。はい、じゃあちょっと読んでみましょう。たけるさんがあちらに持ってるので行きますよ。昨日二次元コードでできるんですね。できますね。このクオリティで飛んじゃうんですから。じゃあ多少間違っても大丈夫なんですね。そうやね、うん、じゃあ結構あんな細かく選んでよかったっちゃね。これから実験するのは、はい、人体二次元コード。出たー。面白そうそれ。実験で少しアバウトでも読み取ると、はい、そうですね。今ですね、ディレクターから、これお願いしますって言われたんですが、めっちゃ複雑ですから ねめっちゃ複雑。これもおでこに書くわけでしょ。もうバンチ振りません。うわー、振ってくださいよ。これも全部あれでしょ。いやもう無理無理無理、あれ時間かかるもんね。これ細かすぎる。全部ライン引かない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 。本当早くしないと終わんないからバフで入れられてる。いいよいいよいい。あ、すごくいい。うわ、入れられてるわ俺。あ、書き始めた。まあ、ほんとそれ一番落とすの大変なやつやからな。ちょっと、ちょっと無感で、うん、あの、目閉じていいですよ。目閉じてください。あ、ごめんなさい。はい、閉じてください。これやばい。まだ、これがやばい。まだ、いや、閉じてる。これ、はい、自分でセルフにしたいと、はい、自画撮り、行きますよ。来るんだ。探してる？来るんだ。来ないと俺の意味がわからない。来ないと俺の意味がわからないぞ。でも、本当正直何のために頑張ったのかなっていうのがあるんですよ、ね。まあ結果が出ない、うん、そういうロケもある。そうですよ。ただ、まあうん、君には本当に背負ってもらいたい。なのでこれを。あげます。いつもの僕のヘルメット裏を見てください。はあ、二次元コードだ。もうすぐ読むわ。すぐ読む。
ただ届くさん一個いいですか、はい、これグルメットじゃないですか。いきますよ、はい、食いしん坊の非常に便利なサイトですので、はい、ぜひ皆さんご利用ください。あきらくんがいたらすぐ QR コードかざしてみてくださいね。ありがとうございました。お腹減ったらこれで。はい、はい、はい、何この雰囲気。あれ、はい、はい、ね、うん、何にもないか、あの、うん、あの、なんやろう、もう本当わからんなってきた、これ何がですか、このコーナーが、ね、何が結局、今回は二次元コードを作ると、はい、まあ、いうことですね、書いてみようということですけれども、はい、まあ、今回の、まあ、タイトルがそれでしょ、はい、今日のはおしゃべりをしようっていうタイトルでもいいか。ね、そう、今日はおしゃべりをみんなに見てもらおうっていう全力でも成り立ちますからね。いや、ただこれはもうね、二次元コードを書いたからのね、あのトーク展開ですよ、これは。いや、違います。暇をもてあそぶ大人たち。まあ、暇をもてあそんでないし、まあ、ここな、僕らは真剣に書いたんですよ。書、うん、いたが俺も止めるとこがあるといえば、ええ、まあ、アキラ返事がいいねっていう。はい、うん、ぐらいかな。どうですか、キムティさん。いや、あれですよね、こう見て、まあ、最初に出てくる言葉はでっていう。あ、いや、もうやろうよ、うん、だってほらさっきも言ったじゃん、4時間ぐらいかけてプラモデル作るって。ほんとほんと、2時間ぐらいかけて描けばいいじゃん、自分も。いやいや、まだでもね、木村さん言っておきますけど、はい、あのプラモデルの方がいいですよ。それ言われたら何も言えんくなる。なるほど、プラモデルを立派に作った方がね、はい、木村さん、はい、いいですよ。いや、でも言うな、言われちゃった。うすうすはね、うん、気づいてたんだけど ね、プラモデルほら、いろんなグッズとかね、使うじゃないですか、道具を、うん、はい、ね、うん、そんなの紹介した方がいいですよ。方眼ノートにずっと書いてるだろ。そうだけだからね。まあでも本当、皆さんもね、機会があったら書いてみてください。いや、もうしなくて結構です。はい、以上、全力少年隊でした。さあ、CM の後は平の時間です。